星川奈々と里中ゆずのゆるちゃん、お休み前のひととき、ゆるっとお届けするチャンネルです。星川奈々です。里中ゆずです。本日はスカイウェイブ FM 京成ローザスタジオより公開収録でお送りしております。はい、本日8月2日分の収録ですが、はい、8月2日ですね。うん、本日はなんとなんとカレーうどんの日。イエーイ、カレーうどん好きみんなね、うん、みんな大好きカレーうどん、うん、カレーうどん美味しいよね。うん、なぜね、カレーうどんの日なのかというと、うん、実はさ、はいはい、知らなかったんだけど、うん、6月のね、2日がね、カレーの日なんだって。そうだったの？うん、そうだったんだって。そうなんだ。で、7月の2日がうどんの日なんだって。おっと。ということは？ということは、8月の2日はカレーうどんの日らしいよ。めっちゃ進化しとるね。三段活用みたいになってるけど。三段活用みたいね。うんうんうん。面白い。そういう理由なんだ。ね、うんうん。まあでもさ、うん、カレーうどんね、美味しいけどさ、うん、困っちゃうのがさ、そうだね。ね、飛び跳ねちゃうよね。飛ぶね。やつは飛ぶね。やつは飛ぶよね、うん。そういう時に限ってさ、白い服とか着ちゃったりしてんだよね。わかるー、ね。でも食べたいんだよね。食べたいんだよね。わかるー。うん、ね、ぜひ皆さん、カレーうどんを食べて、うん、でも気をつけて食べてくださいね。ね、上手な食べ方とかあったら、ちょっと、ね、ラジオの方まで、ね、ご一報いただけると、はい、ありがたい。はい、あとね、うん、パンツの日だって。これはもしや、いつものあれですか。そうですよ。語呂合わせて。語呂合わせですね、来たね。はい、パン、うん、が8。はい。2は、まあ、2。2だな。うん。うん。ということで、パンツの日ということでね。へぇー。なんかね、うん、女性が、本命の男性に、こっそりパンツをプレゼントする日なんだって。こっそりってどうやって？そっちのが気になるんだけど、こっそりパンツをプレゼントってどうやってやるんだろうね。こっそり。下着入れとかに、こう忍ばせとくの？でもさ、下着入れに忍ばせれる関係だったらいいけどさ、うん、そうだね。そうじゃないときは、下駄箱？下駄箱。うっそ、下駄箱にパンツ入ってたらちょっとびっくりするよ。名前も書かないでさ、こっそり。だって。やだ、怖いし、逆に怖くない？こっそりパンツをプレゼントする日だもんだって。カバンの中にさ、パンツがいきなり入ってたりしても、ちょっと怖いよね。どうすればいいんだろう。怖いね。使えないね、それはね。でもさ、こっそりパンツをプレゼントって言うとさ、うん、どういうパンツをプレゼントしていいのかも難しいね。そうね。だって男性でしょ？男性2でしょ？そう、女性が男性2だ。本命の男性だよ。そうだよね。うん。異性にって言うと難しいよね、ね、選ぶのね。でも自分がこういうの履いてほしいなっていうのは、プレゼントかしらね。欲しいものをプレゼントするのか。うん、なるほどね。どうだろうね。あ、でもそれが一番無難じゃ無難かもしれない。まあ、無難だよね。うんうんうん。それか、どう？絶対、自分じゃ買わないだろうなって思う、すごいのをプレゼントするとかいうのもありかな。ちょっとネタ的な。そうそうそう。うん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 。絵が描いてあったりとかね。ね、うんうん。すっごい可愛いのとか。確かに。喜んでもらえる関係性なら絶対面白いと思う。本命度というかさ。あ、そうか、本命の男性にって書いてあるな。そう。ねえ。難しいね。もうさ、うん、付き合ってたりとかさ、うん、例えばもうね、結婚してたりとかする人だったらいいだろうけどさ、うん、そうだね、これからっていう人にさ、パンツは、なかなかハードル高いね。本当だね、チョコレートとは違うね。ね。うん、まあでもぜひ、チャレンジしていただきたい。いただきたいですね。うん、はい。あとやっぱり今日、うん、語呂合わせ的な感じで、ハーブの日。あ、素敵な感じになったね。うん。パンツからハーブになったね。うん。うんうん。あとね、ビーズ。へー。
なんか鉢が B に見えることからビーズの日。そういう？うん。なるほど。うん。あと、バズの日。バズって、噂？ああ、について考える。そうそう。考える日。考える日。うん。うん、らしいよ。へえ。うん。ということで。はい。まあ、ね、皆さんいろいろ。面白かったな、8月2日。いろいろあるね。うん。うん。ということで、本日も始めていきたいと思います。はい。それでは、星川奈々と、里中ゆずのゆるちゃん、ゆるっとスタートです。ゆるちゃん、ゆるっと推し。このコーナーは私たちがゆるっと推したいものをご紹介するコーナーです。はい、本日の推しは朝マックということで、はい、まあマクドナルドのメニューの中から朝限定のメニューですね、こちらを選んでまいりました。はい、はい、朝限定だよ、すごい ね早起きしないと食べれません。そうだよ。ということで早速ですが、ゆずちゃんは何を選びましたか？私はね、卵が大好きなので、うん、エッグマックマフィン、うんうん、昔からあるやつだと思う。そうね、うんうんうん、あとはポテトの平べったいやつ。平べったいやつね。一本ずつになってないやつ。うんうん、朝はね、ハッシュポテト。ハッシュポテトね。そうそう、あれも大好き。そうそう、うんうんうん、セットでいただいたよ。うん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 。ね、朝しか食べれないからね。そう、なかなかレアなんだよ。レアだね。うん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 。なんかさ、バンズが特徴的よね、あのマフィンが。そうだね。やっぱり、うん、普通のパンじゃないんだよね。うんうんうん、朝しか食べられない、うん、マフィン？マフィン。うん、に挟まってんだよね。うん、うん、うん。特別感がすごいある。そうね。うん。うん、で、私はですね。はい、ねなちゃんはですね、はい。マックグリドルソーセージ。マックグリドルソーセージ。うん。を、が、選びましたね。はいはいはい、はい、うん。でもね、ちょっとね、今気づいた。うん、どうした？マックグリドルソーセージなんだけど、う今まで、うん、ちょっと名前変えて申し込んでたかも。どういうこと？マックグリルドソーセージお願いしますって言ってて。でね。ちょっと待って。ここさ、うん、最近さ、うん、ちゃんと、指を指して、うん、マック、グリドル、違う。合ってる。合ってる、合ってるね。マックグリルドソーセージお願いしますって言ったんだけど、うん、それが来なかったのよ。ほう、来なかったのね。そう。うん。この、指まで刺して頼んでんのに、うん、違うやつ。ソーセージマフィン？普通の？そう、普通の。普通の来ちゃったか。そう。うん。うん。なんでだろう。そこでがね、なんか、ここ、2、3回続いてるから、指まで刺してんのに、なぜかそっちが来るのよ。それは、グリルドソーセージだからじゃないの？グリル、そうかな？グリドルソーセージのさ、マフィンの中には、うん、甘い、うん、なんだ？蜂蜜？そう、みたいなのが入ってて、うん、それが好きなの。そうなんだ。うんうんうん、普通のマフィンはしょっぱいだけじゃない？そうだね、そうだね。でもこれは甘いのが入ってて、うん、それが好きなのに、しょっぱいの渡されて食べる。なんで違うじゃねえかってなって。そんな違うんだ。そう。面白い。で、ちょっとさ、うん、普通のマフィンはパサパサがちでしょ？そうだね。うん。でも、しっとりしてるのよ。うん、ケーキっぽい？ちょっと。うん、そう、ケーキ。そうなんだ。うん、で、この、甘さと、しょっぱさがもう混じってる感じが好きなのに、しょっぱいだけ渡されたら嫌なんだけど。甘いのが来なかったんだ。ここね、最近そう、間違えられてるんだけどね。あれ、なんでかなぁ。ねえ、でも名前間違えてたから、いけなかったのかな。そもそもね。
うん。グリルしちゃったんじゃないの？グリドル、どういう、グリドル？グリドルって何だろうね。グリルドの方が良くない？なんとなく。グリルドにしたらなんかしょっぱいイメージない？そっか、そうなのか。そんなことない。しょっぱいイメージがあるかしょっぱいの来ちゃったかね。わかんない。グリドルが甘いなんかの意味があるのかな。かなぁ。うん。面白い。でもちゃんと食べられた？甘いの。そう、ちゃんとね、うん、やっと3回目にして違いますって、開ける前に確認ができたの。うんうん、あ、偉い。うん。そっか、開ける前の紙の包装のところに書いてあるのかな、うん、うん。なんか値段が違うなぁと思って、一応聞いたの。これはこれ頼んだけど、そうですかって、はいはい、ね、指差し確認をしてみた。違いますって言われて。違いますって言われて。やっぱ違ったんだ。ちょっと違ったの。そっかー、うんうん。私が食べたいのは甘い方です。はい。ちゃんと言えた？うん。うん。言えなかった？うん。うん、こっちですって。あ、こっちです。指差しで。うんうん、指差しで。ね。うん、そっか、うん。そう。指さした方がさ、わかりやすいかなと。間違いない。ね。うん。読み間違いないしね。ね。うん。皆様もお気をつけください。はい。はい。グリドルではなく、グリドルです。はい、そうです。はい。ということで、はい。ね、朝マック。はい。はい。に、チャレンジしてみました？はい。チャレンジしてみました。はい、皆様も朝早く起きて、ぜひマックに行って朝マックを食べてみてください。はい。ゆるちゃん、ゆるトーク。このコーナーは皆さんからのお便りをご紹介したり、お悩み相談をゆるっと解決してみようのコーナーです。はい。本日もお便りをいただいているのでご紹介します。はい。はい。みーさんよりありがとうございます。みーさん。はい。ツイッターなどで強い発言をしている内容を見ると、自分のことかなぁと気になって、すごくモヤモヤしてしまいます。また、リア充している人を見ると、そうでない自分が辛くなったり、見なければよいのでしょうが、ついつい見てしまって、へこんでを繰り返したり、SNS などで影響を受けて辛くなったりすることありますか？おう、みーさんなんか辛そうだね。大丈夫かな？ツイッターはね、見たいものだけを選べないから ね、流れてきちゃうからね。そうだよね。見たくなくてもついつい目に入っちゃったりするからね。そうだよね。ツイッター自身を見なければいいんだろうけどね、やっぱり見てしまう気持ちもね、わかるしね。そうだね。そうだね。だってさ、その、辛い、自分が辛く感じることじゃないものが見たい時もあるしね。そこにたまたま、こう辛くなっちゃうようなタイミングのものとかも流れてきちゃうから、困るって話かな。そうね。これは難しいね。ねえ、ななちゃんある？こういうこと。まあ、なくはないよね、やっぱりね。特にさ、私たちはさ、まあ、間接的なものもあるし、直接的なものもね、やっぱりお仕事的にあったりするわけじゃない？だからね、少なからず影響はね、受けたりすることはね、出てくると思うんだけど、なそういう時って、ゆずちゃん何かどうしてる？ええー、そうだね、うん。私も結構さ、あ、これ絶対自分のことだとか、感じたりとか、あとは全然違うって分かってても、ツイッター閉じた後もずっとそれが頭からそう離れなくなるタイプなんだけど、でもなんか、そうね。全く別のことをするかな。忘れられるようにもお出かけしてしまうとか、ご飯を作ってみるとか、全く別のことをして、ちょっと、まあ忘れるのは難しいけど、まあね、そう、ちょっと距離を置いてみる。確かにね。
他にね、もう他のことに集中しちゃうじゃないけど、うん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 、気をそらすしかないもんね。ずっと気になっちゃうからね、気にしたらね。そうなんだよね。うん、ゲームしたりとかさ。うんうんうん。うん、今日さ、あの、実はピクミン4がさ、発売なんだけど。出たピクミン4が発売なんだけど。あの、ね、そういうさ、好きなものにさ、没頭してみるとかさ。あ、まあね。うん、そうそうそう、うん。お絵描きしてみるとかさ、うんうん、本を読んでみるとかさ、うん、全然ちょっと違う世界にさ、うんうん、移動してみるっていうのはどうだろう。確かにね。うん、やっぱり、ちょっとね、弱って辛い時ほど、うん、自分が好きなこととか、ね、美味しいものを食べたりとか、ちょっとね、幸せになれることをぜひ、やってもらいたいね。そうだね。うん。やっぱなんかさ、後ろ向きの発言とかさ、うん、そういうものってさ、引っ張られがち。うん、うん。ね。だからさ、うん、自分はこれがあれば前向きになれるぞっていうものを一つ、持った上で、ツイッターを見てみるとか。うん、ああ。大事だね、うん。うん。そうしないとなんか、みんなさ、こう、悪気もないかもしれないし、うん。そうだね。悪気はないんだと思うけどね。そうそう、たまたまつぶやいたことがヒットしたりするわけじゃない。うん、刺さったりとかね、うん。そういうのが、でも、ツイッターだけじゃなくさ、うん、私生活とかでもね、やっぱり言葉選んだりさ、受け取り方の問題もあるけどさ、うん、大事だなって思うよね。そうだね、うん。そう考えるとやっぱりさ、発信するってことはさ、うん、いろいろ難しいね。そうだね自分からね。責任が伴うのかな、ね、うん、何かしらそれでさ、影響を受ける方々がね、うん、いい方向にね、いっぱい影響を受けてくれるといいんだけれども、うん、ね、ちょっと辛くなったってなって、と困っちゃうからね。本当だね、うん。私たちも気をつけつつ、はい、皆さんがね、元気になれたり、うん、ゆったりできるように、ね、進めていけたらいいね。ね、そんな時間を提供していきたいと思います。はい、うん。少しでもね、ちょっと元気が出たらいいですけど、みーさんね。ね、みーさん、うん、なんかよしよしってしてあげたいね。ね。なんかキュッとしたら、うん。ね。ぬいぐるみとか。そうだね。ね。怠け者とかおすすめだよ。そうだね。うん。なんか、キュートしてください。そうだね。あの、うん、今日のね、ゆるちゃんツイッターに怠け者の写真でも載せようよ。うん、そうだね。うん。私たちの怠け者ちゃんも、ね、載せるので、うん、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、癒されてください。はい。ゆるちゃん、ゲストのゆるっと。このコーナーは私たちがゆるっとしたいゲストさんをご紹介するコーナーです。はい、本日のゲストは先週に引き続き声優ナレーターの小倉光晴さんです。はい、どうも、引き続き小倉光晴です。よろしくお願いします。お願いします。ということで、先週はちょっとね、お仕事についてのお話を伺ったので、はいはい、今週はね、何かプライベートなことをお聞きできたらなと思うんですけれども、はいはいはい、何か今ハマってるぞーとか、趣味とかあったら教えていただきたいんですけれども。はい、ハマってること、最近ね、うん、まあもちろんね、その先週のガンダムのね、うんうん、オペは、もうずっとやってるんですけど、まあこれは先週話したんで置いといて、置いといて。置いといて。ちょっと最近やってるのが、うん、もともと自分サッカー部なんですよ。お、学生の頃に。何年ぐらいやったかな、そこそこやった。うん。7、8年ぐらい。あ、結構長い。あ、もうちょっと長いかもしれない。10、わかんない、10年から7、8年ぐらい。途中でちょっと怪我してやめちゃったんですけど。大体みんな怪我するから。サッカーだから、いや、そう、膝をね、やるんですよ。俺の知り合いもほとんど膝いっちゃってる。雨降る前に膝が痛くなるんですよ。そう、だから、これが面白くてね、昔、痛いのに面白いっていうね、うん、昔この、なんだろう、その、コンビニでバイトしてた時期があったんですよ。うん、出てきてすぐに東京に、うん。で、その時の店長さんが、同じくサッカーやってたんですよ。膝やってんすよ。お、二
したりして雨の前になると膝痛くなって歩きますねっていう話になる。なるほど。そう。で、コンビニって、あの、雨のさ、うん、なんていうの、こう、みんな靴濡れちゃうじゃん。うんうん、靴が濡れちゃうから、うん、その靴の水を拭き取るマットみたいなのを自動ドアのすぐそばに出したりするのよ。うんうんうん、あれの準備が素早い。素早い。いや、来るかもしれへんな。ああ、そういうこと。すぐ引ける。雨が降りそうだな。そう。天気が回復するのもわかるから。すごい。膝痛なくなってきましたね。うん、そうそう、終わるんじゃないですかね。おー、そっかそっか。まあ、膝のやられ具合にもよると思うんですけどね。たまたま店長と俺の膝のやられ具合が一緒やった。なるほど。そう、すごいな、うん。プロでやってる人たちも膝人間じゃないですよね。あー、どうなってんの、正直。正直意味わかんないですもんね。なんでその膝は動くんですかみたいな。それこそ、ね、あの、今も現役のね、キングカズとか、三浦カズさんですよね。ちょうど自分、神戸の出身なんですけど、カズがヴィッセル神戸にいる頃に、ちょうどちっちゃかったんですよ。いい感じに。だからそのカズを見ながら、ヴィッセル神戸で、まあ、育ってって結局サッカーやってっていう感じになったんですけど、あの人の関節おかしいでしょ。何年間この、動き続けるんだ、彼の膝はっていう。ね、うん、すごい、最近、だから膝すごいなって感じですよ。何の話やねんって感じやねん。まあね、さすがキングね。いや、さすがキングカズです、うん。みんな拝むんですよ、応援歌の時に。結構、太鼓鳴らして、ダンダ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 ン、ナニャニャニャってこうて、ハイテンポの応援歌多いじゃないですか。カズを応援歌する時だけは、カーズーって言うんですよ。みんなで拝むんですよ、キングは。カーズさすがキング。さすがキング。もう雰囲気が違う。へぇ、そう、なんか海のトリトンみたいな、当時、岡野っていうめっちゃ速い選手いたんですけど、そういう人だと、ゴーゴー岡野、ゴーゴー岡野とかって言うんですけど、カズはカーズー。へぇ、すごい。キングすごいっすよ。異質な感じだね。そうですね、ちっちゃい頃は何やろこれって正直思って。急になんか違うの始まったと思って、宗教みたいだね。そうそうそう、チームの応援歌もフォルトコーバレーフォルトコーバレーっていうこのアップテンポな感じなのに、突然みんながガーズって言い出すから、何これってちっちゃい頃は最初そう思いましたね。面白い。そうで、それと同時になるほど、あれがカズっていうんか、すげえんだなっていうところに、やっぱり知らない人は知らない人でなりますよね。何が起きてんねやろ。確かに、ね、あの、なんかすごい人のための応援かなんかっていう。うん、違うって。いや、違う、ね。肌で感じるね。びっくりした、最初ね、うんうん。なんか始まったと思う、うん。周りの大人たちがみんなこうやってやり始めるから。へぇ、なんだと思ったら、そういうことやった。あ、なるほど。へぇ、数を目指して。数を目指して。サッカー少年、小倉光晴。サッカー少年、まあ、途中で終わりましたね。いや、でも途中にしても長いね、10年弱。まあ、長いですね。小学校から高校ぐらいまで。ちょっと間飛んだりもあったんですけど。ゴールデンエイジはサッカーだったんだ。そうですね、サッカーやってたら終わりましたね。サッカーとモンハンやってたら終わりました。それ忙しい。忙しい。それは忙しいや。ちょっと気になっちゃったんだけどさ、そんなサッカー少年がなぜさ、今のね、こういうのお仕事などを目指すようになったのかなっていうのが、ちょっと気になっちゃいました。なるほどね。うん。まあ、なんでしょうね。うん。あと、うちのおかんが、うん、演劇とかが好きで、うん、まあ、それでよく演劇を、に連れて行かれてたというか、うん、っていうのもあるし、うんうん、あとはそうだな、もう単純にガンダムに乗れるの声優か学とか西川貴教ぐらいだなと。なるほど。そうなんですよ、声優ガンダム乗れるじゃないですか。乗れるね。学とは、でも学とじゃないですか。ガンダムは世界を救うとかって言ってますけど、まあ学と様だからな。学と様だから、うんうん、ガンダム乗っちゃうわけで、うん、ね、まあ、西川貴教さんも西川貴教さんだから、ガンダム乗っちゃう。乗れちゃうね。西川貴教の役の専用機とかありますからね。え、そうなんだ。そうなんです。ハイネンベステンフルスっていう。すごい、ね、まあ、ゲストキャラなんで、3話ぐらいで死んじゃうんですよ。いやー、大変。
まあ、ゲストキャラの宿命ですよね。まあでもすごいことだよ。そうなんですよ。西川さん2回出てきて2回死にますからね。うわー、すごい。どっちも背中から行かれてる。背中守った方がいいね。背中ちょっと守った方が良かったかもしれない。守った方がいいね。なるほど。そう。まあ、そんな感じでなっちゃいました。高校生の頃の小倉光晴はそう思った。まあでもお母様の影響が強いってことかな、でも。まああるでしょうね。でも、お母さんはアニメあんま好きじゃないんで。うん。本当に舞台。半々。そうですね、舞台とか、あとは、なんか、まあこれは、なんかよくわかんない、この、情緒のゆっくりした映画とか。まあ子供が見たら退屈なやつっすよ。全然覚えてない。舞台は面白かった。舞台は面白かったけど、それこそなんかサバンナでこのなんか、なんていうの、ガゼルみたいなのが走ってるような。へぇー。あれはね、寝たような気がする。そんなのもあったね。なんかいろいろ見せられましたね。例えば、宝塚とか場所的に。宝塚はどうだろう、見たことないのかな。ないのかな。まあ、結局、神戸にいろんなところが、うん、あの神戸に文化ホールっていう大きいホールがあるんですよ。うん、でそこに結構なんていうの、全国ツアーみたいなのあるじゃないですか。はい、あれで結構そこに来ちゃうから、うん、宝塚まで行くのめんどくさいなっていうのも多分あるやろし。言うて結構なんかすごい場所にあるんですよ宝塚って。うんうん、神戸って海沿い、神戸から大阪にかけてとか、うん、あとは姫路とかあのあたり海沿い線路走ってるんですよね。うん、でも宝塚って山側にあるんですよ。うん、だから結構正反対なの、うん、行く、うん、あんまアクセス良くないみたいなイメージは正直ある。うんうんうん、あのおかんがなぜ、まあ、そもそもおかんが宝塚そんな好きやったんかどうかもちょっとよく分からない。どうなんですかね。どうなんですかね。どうなんですかね。なんかいろいろ、まあ、見せられましたね。多分、3桁ぐらいは多分。あ、それはすごい。でもね、いい経験だよね。うん、うん。まあそうですね。多分知らないうちにその小さい頃に見たものが今に蓄えられて。まあ吸収はしてる。ね、うん。そう、ちょっとサバンナは覚えてないけど。サバンナ以外は吸収された。なんかサバンナのなんか走ってるようわからんの見せられたのは覚えてるんですよ。画像として記憶に残ってるんだ。すごい行きたくなかったの。行く前から何やこれと思って、ちっちゃいながらね、行きたないなと思ってたのが強く記憶に残ってるだけで。なるほどね。逆にめっちゃ残っちゃったね。逆にこれ見たないなっていうのがあって、うん、なんか。なんだろう、逆に気になるね。逆に何を見たんやろって、ね、すごい気になる、ね、なんか草原っぽい感じ、草原というかサバンナ、なんかね、海外の田舎って感じのなんか静かな映画、うん、多分似てたんちゃうかな。なんだろう、逆に気になるけど、うん、もうわからへんやろな。知ってる人いないかな。ね、俺が何歳の時かもわかんないから。ああ、もう何年公開の何かさえももうわからん、うん。他にヒントはないの？それ。ない。ないんだ。だって寝てたもん、多分。あ、そっか。なんか、そういうポスターだったんじゃない？全然ちゃうかもしれへんで。うん、またね、また違うかもしれないけど、ね。まあ、どなたかね、もしかしてこれじゃないかというのがあればね。ね、お知らせいただければね。ちょっとゆるちゃんツイッターの方に。多分20年前後前。20年前後前。はい、いいね、それぐらいのヒントがいいね。うんうん、15年ぐらいかもしれへんけどね。うんうんうん。15年から20年ぐらい、ね。結構ハーバール。結構ハーバール、なんか、ゆっくりしたサバンナ的なやつ。いるかもしれない、もしかしたら。いるかもしれない。うん、超マニアな人とかが。うんね、あ、知ってるよ。これが子供には早いよってやつ。小学校、中学校ぐらいじゃないかな。これはちょっと子供には早いよみたいな感じの大人の映画。難しいね。誰か思い出してください。はい。はい、ぜひ、情報提供お待ちしております。ね、結構、このちっちゃい頃にさ、そういうお芝居とか見てさ、うん、私もこういう作品に出たいとかさ、うん、そう思って声優になりましたとかいう人も多かったりもする気がするんですけど、そういうわけではない。うん、
あと半分そうっすよね。ガンダム見て、うんうん、ガンダム乗れるの声優じゃんっていう。うんうんうん、まあまあ、そう。まあ、そうね。ガンダムさんにはなれない。西川のゆきさんにもなれない。ならば、じゃあ、ガンダムに乗れるのはもう。ワンチャン声優かなっていうのね。そうしかないことだよね。なんか、出てきちゃったね。うん。乗っちゃったね。いや、乗れないね、なかなかね。モノマネで乗ってもしょうがないな。あれ乗ってないからね。そうか。うん。コントローラーカチャカチャしてるだけだから。じゃあね、これからでもね、本当に乗る時が来るかもしれない。乗ってほしいですね。ね。ぜひね。うん。うん。その姿を見たいですね。そう。夢はね、うちに出した方が叶いやすいから、行っときましょう。ガンダム、出るぞできればザクに乗りたいです。ザクこう機動型ザクっていうのがザク、R2 ザク有名だからね、あっちの方がいい、正直ね、ガンダムって言いながらね、ガンダムって言った方が分かりやすいからガンダムって言ってるんですよ。ジオニストって呼ばれる人種なんで、ジオン側の方が好きな人たちっていうんですかね、できればジオンがいいですね。なんか詳しくなくてもそこぐらいはわかるよね、なんとなくね。シャアがいる方。シャアがいる方ね。あっち側のパイロットでありたい。うん、じゃあザクのね、はい、搭乗者を一般募集されてる場合にはぜひお声掛けください。まあね、ぜひお待ちしております。はい。はい。ゆるっとお願い。このコーナーはゲストさんとゆるっとしたり、おすすめのゆるっとを教えてもらったりのコーナーです。コーナーです。コーナーです、はい、ということでですね、本日は、はいはい、まあちょっとゆるっととは違うかもしれないんですけれども、前回ですね、主人公とか、うん、悪役とかをね、お仕事でされることがね、多いというお話をちょっと聞きましたので、ぜひ、悪役を聞いてみたいな。聞いてみたい。ゆるっと聞かせていただきたい。ね、ゆるっとね。ゆるっとね。ゆるっと悪役行きましょう。ゆるっと悪役行こうか。ということで、まあ、その悪役を踏まえて、私たちと、ね、即興のお芝居をして、ゆるっと遊んでいただけたらなと思うんですけれども、いかがでしょうか？ゆるっと遊びましょう。ゆるっと行きましょう。行きましょう。ね、ということなので、まあ、ね、悪役といったら、ボス？ボス。ね、悪いボス。悪の親玉ってやつですね。親玉ね。いいね。うん。かな、ぜひね。じゃあ、小倉さん、親玉。ね。親玉で。親玉で。親玉んでいきます。うん、親玉んで。ねえ、で、その、親玉がいて、私たちはどうする？親玉がいたら手下は必要だよね。まあね、手下必要だね。うん。じゃあ、手下。手下。手下1。はーい。あ、早い。え、それ、タケノコニョッキみたいな。ナナちゃん、手下1。うん。手下1。ということは？何しよう。まあね、うん、悪いやつがいて、うん、いいやつもいる？いいやつもいた方がいい気もするけれども、うん、ね、そうだね。ヒーロー的なの？ヒーロー的なの？がいた方が、ゆるっと戦隊やるか。いいけれどもね、私たち、なんか、やっぱり、手下キャラだよね。間違いないね。どちらかというとね。間違いないね。上に立てる感じではないね。ねえ。ヒーローだったけど、ちょっとヒーローが、ちょっと、ダメで、手下に入りに来たみたいな感じ。闇落ちヒーローだ。転職させていただこうかな、じゃあ。転職活動だね。ヒーローも転職する時代ですよ。そうだね。そうだね。うんうん。じゃあ、私、転職しに来たヒーローやる。転職系ヒーロー。転職系ヒーロー、ゆるっとレッド。ゆるっと戦隊、もしかしたらブラックかもしれないね。いやー、ブラックなのか。まあ、じゃあ、こんなざっくりな感じで。はい。はい。台本などありませんが、行ってみますかね。ええ。はい。ね。
じゃあそれでは早速ですが、始まり始まり始まり。あ、ボスボス。なんだ。なんか変なのいますよ、外に。変なの？うん。なんだ。出前来たか。お前ちょっと出てこい。はーい。どなたですか？先日戦闘でお世話になりました。ゆるっと戦隊のゆるっとブラックと申します。ちょっと待って、ね、ちょっと来い。何ですか。ゆるっと戦隊って聞こえなかったか。聞こえました。何戦い。ヒーローじゃねえか。ヒーローだ。どう、敵じゃねえか。おい、何しに来た。ちょっと待ってください。敵ではないんです。いや、敵だろ。ヒーローは敵だ。いいえ、これをぜひ見ていただきたく。戦い。お、よこせ。ボスに、どうぞ。履歴書じゃねえか。ん？ヒーローの履歴書だ。一晩かけて書いてきました。早いな。何枚書いたんだ？ A4 3枚になります。A4 3枚、長いな。なんか、でもこいつ弱っちそうに見えますよ。そら、実際、弱かったしな。うん、確かに。前の戦いでな。いえ。何かのお役に立てるのではと、ここに伺った次第でございます。いや、特技は何ですか？ちょっと待って、転職するのか？お前ヒーローだろ。実は、ヒーローも最近、仲違いというものがありまして。仲違い？え？ボスボスボス、ちょっともしかしたら。あまり大きな声では。俺たちとも仲良くやってるのにな。言えないのですが。これは、もしかしたらヒーローの、罠かもしれないですよ。罠か。騙されないぞ。という立ち位置もございまして。ブラック？ブラック、ブラックだからちょっと怪しいじゃないですか。ブラックは大体怪しいからな、ヒーローものでな。ちょっと何か試した方がいいかもしれないです。何試すか？踏み絵だ。踏み絵？これから伝わる方法だ。うん。ヒーローの大事なものを踏ませよう。そうですね。変身ベルトかなんか踏ませよう。うん。これですか？そうだ。お前に踏めるか。踏んだ。こいつ、悪いな。こいつ悪いな。俺たちより悪いぞ。悪いぞ。いかがでしょうか？怖いな。怖いな。怖いよ。こいつ怖いぞ。どうする？追い返すか。どうしよう。悪の組織がすごい悪い組織になっちまうぞ、これじゃ。笑い方も悪いな。なんだこいつ。本当にこいつヒーローだったのかな。ヒーローか、うん、ちょっと待って、履歴書貸せ。うん、3日しかヒーローやってないじゃねえか。ちょっとなんかほとんどヒーローやってないぞこいつ。どこのバイトに行っても3日と持たないんです。ちょっとやばい、やばい、やばいやつ、やばいやつ、やばいやつ来たぞ。どうすんだこれ。ボスどうしますか。追い返せ、お前追い返してこい。わかった。いや、取り込み中。わかった、わかった。ちょっと追い返してきます。ボスが言ってたんだ。はい。これぐらいの貢ぎ物じゃ、お前なんか入れてやんないぞって。貢ぎ物ですね。うん。わかりました。うん。少々お待ちください。え？ここに、ゆるっとレッドの首を、お持ちすればよろしいでしょうか。どうした？なんだあいつ帰らないんだ。早く追い返せよ。どうしよう。なんだ。レッドの首を持ってくるって言ってるよ。え？どうすればいい？うん。今、え？もう一回言って。レッドの首をお持ちすればいいですか？だって。ゆるっとレッドの首。頭ってことか。そう、頭。いらねえよ、そんなの。気持ち悪いな。あいつおかしいぞ。完全におかしい。やばい。そんなの中身入ってやばいよ。追い返しに行って、なんでゆるとるとの首が出てくるんだ、お前。どうすればいいんだよ。しっかり生きてくれ。どうしよう、この、ボスからの出しが出た。はい。そんなものじゃ足りねえぞ、この野郎。そうですか。うん。わかりました。では、今皆さんが住んでいるこの星を、私の力で、
ボスにお捧げしたいと思います。お捧げってなんだ？ええー、任せてください。だってちょ、これからちょっと行ってまいります。ちょ、ボスにちょっと確認してきます。はい。ボス。あ、帰ったか。いや、ま、なんかしぶっといたよ。まだいんの？うん。何やってんだ。なんかこの星をお捧げしますとかわけのわからないことを言い出したらどうすればいいかもう私わからないよ。星全部俺のものになるってことか。え、でも爆破しかねないよ。爆破したら住む場所なくなっちまうじゃねえか。ソファでテレビ見れなくなっちまうじゃねえか。どうそれ困るだろう。もう無理だよ。来週のアニメの続き気になってんだよ。ボスが直接対応してくれよ。もう無理だよ。お前あっちテレビ見てろ。分かった、見とくよ。お引き取りください。あなたはもしや。いや、そうで、ボスだよ。見りゃ分かるだろ。この前戦ったところだろ。お会いしたかったんです。会いたかったんだけどな。ぜひこの私めを末端に。加えていただければ。今、募集してないからさ。また今度来てよ。そうですか。暑いからさ。ええ。気をつけて帰ってね。では、もしまた、公募がある時には、ぜひ私めにお声かけを。また、さっきの合図から言わせるから、公募があった時だけ来てね。承知いたしました。うん、心より、お待ち申し上げております。ずっと待ってて。ちゃんちゃん、これでいいの？全然悪い人じゃない。なんか悪いんだかいいんだかよく分かんなくなっちゃったけど、やばいやつが出てきちゃいましたから、ね、やばいやつ出てきたね。ほんまにやばいやつ出てきちゃったから ねやばいの出てきた ねまさかのアジトのやりとり聞いてるだけで笑えるんだけど。やばいの出てきましたからね。ねえ、だって何捧げればいいのか分かんなかったな。もシュークリームとか悪の組織まで、ね、一緒に滅ぼしかねない勢いやったからね。きっと滅ぼされてたね。滅ぼされたんや。そんなことないよ。だって転職したんや。多分次の日くらいに絶対来るでしょ。来るね。ボスまた来てますよ。絶対来てるね。あいつ応募してないから来んなっつったのに。なんで来てんだよ。ネットで見てるんだよ。公募が出ないかなって。もう出てなかったでしょ。怖い怖い。何しに来たの。待ってても出ないからさ。しょうがないからもう一回行くよ。求人出すのにもお金かかるんだよ。まあでもね、なんかゆずちゃんのね、そういうキャラも新しかったね。使い勝手が悪い。やばいやつ。やばいやつ。やばいキャラ。本当に悪いやつ。悪気はないんだよ、でも。悪の組織と本当に悪い。悪気がない悪が一番立ち悪いんだよ。一番立ち悪いやつ、悪気のない悪。悪意なき悪。一生懸命難しいね。恐ろしいね。でも ね、いるからね、たまに。まあね、そういうのね、確かにね。怖いね。暑いからね。暑いとそうなっちゃうの。暑いからの問題。じゃあ、ちょっと冷蔵庫かなんか入れとこう。そうだね。じっとしててね。ちょっと、冷凍庫に1ヶ月ぐらい入った後に来てください。ね。秋になったらまた会おうね。気候が良くなったらね。そう。春になったらまたお別れ。やだ。そろそろ入れとこうか。冷凍庫にね。暑さにやられちゃうからね。やられる前に止めればね。ということで、なんかね、難しいですね。はい。はい。難しいですね。本物の悪がやってきちゃいましたね。ね。どう進むかわからないのが、でもいいところだと思います。まあね、聞いていただいてる方もお楽しみいただければいいですけどね。はい。ね、はい。ということで、本日は即興でお送りさせていただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ゆるちゃん。
本日もそろそろお別れの時間になってしまいました。はい、奥田さんありがとうございました。2周年連続です ね、 ね、はい、いかがでしたかね。いやー、悪のさらに上を来る悪うん、いや、恐ろしい怪物を生み出してしまったのかもしれません、ね、我々は。そう、そうですね。悪気なかったよ。悪気ないのが一番立ち悪いからね。まあね、確かにね。本物の悪だよね。本物の悪に出会ってしまいましたね。ね、悪の組織なんか悪いことしてやろうって考えてる視点で、本当はもうその視点で勝てないのかもしれない。いやー。恐ろしい。まさかね、首が出てくると思いませんでしたからね。確かにね。なかなか私たちには首出せないですからね。出せないね。うん。なかなかね。誰か助けて。恐ろしい。悪意なき悪。うん、ヒーローだからね。3日間だ。3日間ヒーローになったからね。そう、首になっちゃった。恐ろしい。そら首になるわ。うん、そりゃそうだね。どうせ向こうでも、うん、悪のボスの首持ってきますとか言ってドン引きされて、うん、確かに。え、ちょっと、まあ、こいつやばいやつ来たぞ、うんうん。ちょっと、やばいやばいっつって、うん、俺たち悪の組織になっちゃうよっつって、うんうん、あの、ごめんなっつって、あ、悪の組織とか向いてると思うからさとかって絶対言われて来ちゃったのかもしれない。なるほど。あり得る。うん、ここに来てまさかの裏話が裏話、ね、裏話がね、素晴らしい設定が前日談素晴らしいね。ヒロクビになった経緯、そして悪の組織に来ちゃった経緯、うん、素晴らしいね。ね、いやでもね、そうなるよね、このね、あの首持ってくる系のヒーローがいたらね、うん、まあまあね、なっちゃうね、首になっちゃうよ、うん、精一杯頑張ったんだよ。頑張る方向性、頑張った、まあまあまあ頑張った。まあね、日頃はね、私たちね、そういう感じではありませんので、まあまたね、ちょっと違ったキャラを聞きたいぞという方はね、はい、はい、どこを確認すれば聞けたりしますかね。そうですね、ツイッターですかね、うん、ツイッターに、まあ、ツイッターでも流れるのも早いの、まあ、ツイッターかホームページを見れば、はい。何かしらあるんじゃないかなと。はい。ツイッターはお名前で検索したら出てきますかね。オーグーラーが小さい倉庫の倉庫に、うん、まあ、ちっちゃい倉庫でオーグーラー。はい。で、カタカナでミツハルで入れたら、はい。出てくるはずです。はい、はい、ぜひね、検索していただいたら、いろいろな告知などあるかと思うので、そうですね。はい。随時。はい、ぜひチェックをしてみてください。お願いします、はい、お願いします。はい、はい、それではゆるちゃんでは皆様からのメッセージ、質問、お悩み相談、こんなことしてなどリクエストをお待ちしています。はい、リクエストはツイッターアカウント七ゆずチャンネルの DM または info@892fm.com までお願いいたします。ファックスもございます。千葉043-441-5592、千葉043-441-5592、星川奈々と里中ゆずのゆるちゃんまで。はい、ゆるちゃんツイッターございますので、こちらでの、リクエスト、ね、お便りなどいろいろお待ちしておりますので、フォローもリクエストもお願いいたします。それでは星川奈々と里中ゆずのゆるちゃ ん、 ちゃん、いい夢見てね。おやすみなさい。悪の組織求人募集中。